中村獅童さんのパフォーマンス本当に素晴らしかったですね。もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。改めまして、私は本日の司会進行を務めさせていただきます井上直美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに、このワンミニットプロジェクションマッピングという国際大会について簡単に説明させていただきます。ワンミニットプロジェクションマッピングはここ小田原城で8回目を迎えるアジア最大のプロジェクションマッピングの国際大会です。2012年神奈川県逗子市で始まり、その後新潟市歴史博物館ミラトピア、長崎県のハウステンボス、宮崎県立美術館で開催してまいりました。毎回テーマが決められておりまして、この小田原城大会のテーマは夢。そして大会名のワンミニットにもありますように、それぞれの作品は1分から1分59秒までの映像で競われるコンペティションです。今回はなんと大会史上最多となる43の国と地域から177作品ものエントリーが寄せられました。世界中から大きな注目を集めています。本日はその中からファイナリストに選ばれた20作品と前大会のグランプリ、さらにフランスからゲストクリエイターをお呼びし、招待作品の上映も行ってまいります。本日は写真も動画も自由に撮っていただけます。そしてぜひ SNS にハッシュタグをつけて投稿をしてください。今日を見て、でもそれを作った皆さんと一緒にこの大会を楽しむことができると思います。ハッシュタグはワンミニット PM、 英語で1ミニット MINUTEPM、 もしくは小田原城、あるいは小田原城プロジェクションマッピングなどのハッシュタグをお願いいたします。撮影の際、一つお願いがございます。フラッシュを使っての撮影は上映の妨げとなりますので、フラッシュの設定をオフにしていただけますようお願い申し上げます。あさって9月22日にはゲスト審査員をお呼びして公開審査会が行われ、グランプリ、準グランプリが決まります。そしてなんとここにいる皆さんも審査員の一人なんです。オーディエンス賞という賞が設けられておりまして、皆様の投票によって賞が決まります。会場内に投票所が設けられておりますので、お帰りになる前にぜひ投票をしてみてください。それではお待たせいたしました、ワンミニットプロジェクションマッピング in 小田原城、作品を上映いたします。ファイナリスト20作品を全体で3回に分けて上映いたします。まずは7作品をお楽しみください。どうぞ。
中の橋が見えない。あ、次の7作品を